久保さん、オット・フォン・コシッピー <laughs> ちょっと難しいですね。ロシア皇帝時代のために活躍したドイツ人の航海士であると。オット・フィン・コシッピーちょっと難しいな。貧乏,でも貧乏は恥ではないというのは、すべての人間が口にしながら誰一人心では納得していないのがサタであるみたいなね。<laughs> 貧乏では 貧困は恥ではないと、すべての人間が口にしながら、誰一人、心では納得していないっていう <laughs>。どうすかね <laughs>。納得しているんですか多分してないでしょうね。本当に。うん。だから、久保さんがね、もう、貧乏は悪であるみたいな、なんか、どっかで、セリフであったような気がするんですけど、あの、なんすかね、あの、うーん。 まあ自分に嘘つくというか本心はもっとおいしいものも食べたいとかもっと本心はこんなとこ住みたいとかもっと自由に行きたいとか思ってるんだけど嘘をついてというかねそれを紛らわすためにそれを正当化するっていうのは正しい言葉ではないかもしれないですけどもなんかその別に貧乏でいいんだみたいなね。 僕はもうあの貧乏が嫌だったんで、もうお金持ちになりたいと思った理由は、本当貧乏、うちの母ちゃんがうちはなんで金がないんだ、金がないんだ、貧乏なんだってすげえ言われてきて、で、本当貧乏だったから、だから将来お金持ちになりたいなっていうのはすげえ思ってましたよね。 だから中学校の時ホスト、白崎仁さんがドキュメンタリーで中学校の時夜8時とかにホストの番組があってね、1000万の札束とか見てね、すごくホストに憧れた時期もありますからね。あ、すげえなみたいな。こんな世界があるんだみたいな。うん。だ僕はまあ自分の理想のね、今、ライフ、生活をして自由を手にしましたけども、 やっぱまあ、自由を手にして言えることは自由めちゃくちゃいいですよと。ね。普通だったら今日ね、平日ですから、何すか。まあ会社行ってね、なんかいろいろやらないといけないわけじゃないですか。僕なんかカメラに向かって喋ってるだけなんで <laughs>。ね。 マージャン店久保さんがやってた時はねマージャン店行ってねなんかいろいろあとまあ行かなかったとしてもスタッフのなんかキーボー使わなかったいけなかったりとかいろいろあったと思うんですけどまあ今こういうねそのなんだいいデバイスというかツールというか目の前にあるわけですからうん納得してないんだったら納得できる人生を送るために納得できるまでやればいいと思うんですよ。 使えばいいと思うんですよ。でもほとんどの人が納得するまでやってないと思いますよ。俺はこんだけやったと。胸張って言えるぐらいや納得するまでやってる人は少ないと思いますね。いや、俺はもう人生かけてこんだけやったって、もし言えるんだったら、まあ1円も稼げないってことはないと思いますよ。まあ1億言わず100万ぐらいだったらいけると思いますけどね。自分が納得するほどもその相当やったっていう。 誇れる、誇れるほどやったっていう。だ僕はね、孫正義さんの講演で、なんかその学生の子がいる公演かななんかそこでね、自信満々に言ってましたからね。物理的に、この会場にたくさんの方来てるけど、物理的に俺以上勉強したやつはいないと。もとにかく風呂入ってる時も、とにかく歩いてる時も、とにかく飯食いながらでもずっと勉強したと。めちゃくちゃ勉強したと。 物理的に。このね、孫さんが物理的に、俺より勉強した人はいないと。自信を持って言えると。それぐらいやった。みたいなね。<laughs> めちゃめちゃ熱く語ってましたけど。<laughs> いや、そこまでやって100万稼げないっていうのは多分ないと思いますけどね <laughs>。うん。納得するまでや,や,やってないんじゃないですかね。うーん。 納得したたいんだったら納得するまでやるっていう話でですすね納得るるまでやるってどういうことかっていうと結果が欲しいんだったら結果が出るまでやるってことですよ単純にね結果が出なかったら納得できないでしょどうですか <laughs> だから誰でも100万まで行くんですよ100万稼ぐまでやるわけですからいってらっしゃい